こんばんは。もうやだやだ、こんなん。はーい。こんばんは。はーい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。何してるいい笑い方よ笑い方なのかせ笑い方ちょっとおかしいって敵来とるバイクで来とるバイクで後ろからバギーもいっちょるよいっちょるいっちょる変なところで止まんなしお前倉庫で止まった倉庫で止まったぞこいつあーそれ中野つと行かれない大丈夫バギーに行かれそうだお前か大丈夫早い20代よね22ですよもうね違うんだよね笑い方が女の子っていう笑い方じゃないんだよね確かにね布団が吹っ飛んだちょっといや違うさやちゃんブレてるよさやちゃんいいよさやちゃんいいよえいいよさやちゃんいいよいや、ブレるやろ1対1意識してさあ、意識してブレボトンかいどこないどこなめとないブレないブレ今のは玉入れのボムやあれはちょっと見てほしい私の素敵な顔いきますねまずメガネからほらうーわーこれはあーうわーかわいいでしょ続きまして、おひげタイヤで引かれた後か、これちまり私が肉壁になろういや、肉壁になるんだったら打ち返してもうラスボスみたいな笑い方やめろやなんかね、リスナーさんちゃん、なんかね名前の雰囲気とかで慣れるとね、ちゃん付けしたりとかしちゃうんですよね。で、ちゃん付けすると俺男だよみたいなこと言われて怒られるんですよね。くん付けしたら女だよって言うし、たん付けするとさ、距離感生まれるやん。なんかリスナーさんとの間になんかこうねえ、壁ができるじゃないですか。ねえ、おかゆさん、もうさん付けされてんだよな。おかゆちゃん、それはおかしいやろすごい私女ですよ、いや俺男ですよみたいなあの感じのアピール出してくれればいいですね、リスナーさんが。そうだね、まあ、それでもいいんじゃない。ああ今日脇毛剃ってねるとこそういうの大体ね、男じゃないですか。男じゃないか、え女性か、え女性か、女性じゃない女性だ。やだろ。やだわ。